立川祭り国営昭和記念公園花火大会は毎年7月末に東京都立川市の国営昭和記念公園で開催される花火大会の名称。近年東京湾大花火祭りでも立川と同じ大きさの1.5尺玉の花火が上がるようになったが以前は広大な立川基地で行う東京で一番大きな花火が上がる大会として有名だった。このため 三玉地区では一番の花火大会と認識されており、立川市の人口が17万人であるところ、主会場である国営昭和記念公園内、観客数だけでも33万人、周辺道路を含めると75万人もの観客が訪れる花火大会となっている。花火大会は、広域から多数の動員を図ることができる三玉地区の中心地としての立川の魅力と、 広大な国営昭和記念公園の魅力を伝える最大規模の祭事として行われている。現在でも1.5尺玉の大玉が上がる東京の花火大会は東京湾大花火祭りと立川だけであり東京一の大玉が上がる花火大会であることには変わりない。立川の花火大会の開催は1954年の第1回立川農業花火大会が始まり、 花火大会は、交通量の増加により、日の橋下半から米軍立川基地の敷地を借りる、形へと場所を変え実施された。市長に、安倍構造が就任した際には、立川市は、当時流星した、革新自治体の一つとなり、1972年には、安倍の意向で、米軍、自衛隊との共催が拒否され、姿勢が紛糾する事件があった。こうした、 運動を等の理由から花火が打上できない年もあったが、その後改めて打ち上げ会場を設定し、1982年に立川祭り花火大会として復活した。2011年は東日本大震災が発生したことを受け、復興活動を行っている警察及び自衛隊の負担軽減や協賛金を義援金に変えて支援するという理由から中止された。 また、2013年は7月27日に開催する予定だったが、大会開始寸前に突然激しい雷雨となったために中止となり、順延もされなかった。2018年は7月28日に開催される予定だったが、台風12号の影響で11月23日に順延となった。2020年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった。 当日、周辺道路は、混雑のため全く動かなくなる。このため、車の利用は事実上不可能となる。周辺を運行している。立川バスは一部ルートを変更して運行している。立川市議会革新姿勢との対立圏やいに、自然流解、朝日新聞1972年6月29日22面、安倍と議会の情勢。 立川市の祭事をめぐる政局についての流れがまとめられている。その後の自衛隊員住民登録拒否事件の前振りともなった。平成23年度、立川祭り国営昭和記念公園花火大会、中止について立川市観光協会、平成23年4月7日。立川祭り国営昭和記念公園花火大会中止のお知らせ本来であれば、 雨天中止の場合7月28日に順延としたが、観客の安全面はもとより、改めて準備や警備体制を整え直そうとしても、万全な体制でない状況で開催することはさらに、危険を伴う恐れがあるとして、予備日への順延も中止となった。ありがとうございます。